大の音、心地いいもんだ。げっ、車掌、まさかあんたと会うとは思わなかった。別に好きで水着を着て海に来てるんじゃないんだ。このお人形たちが海が見たいって言い出してね、仕方なくここまで来たのさ。だから一緒に海水浴やらビーチバレーで遊べるなんて期待はしないでくれ。海ってのはいつ来ても不思議なもんだね。こんなに広くてどこまで続いてるのかわからない。構わないよ、お人形たちも連れて行って存分に遊ぼうじゃないか。こうして寄せては返す波を見るのも悪くないね。私は未だに海の楽しさはよくわからないけど、水着を新調してみたんだ。本当は水着なんて買うつもりはなかったよ。でもせっかくあんたと海に来るんだからね。まあ、私にどんな水着が似合うか迷ったから、メアリーに選んでもらったんだけどね。どうだい？これ。似合ってるかい？そうかい。ならよかった。実は、あんたに、私の水着姿見てほしかったんだ。年の割には余計だよ。でもまあ、あんたに褒めてもらって一安心だ。お人形たちも海に来てちょっとした気晴らしになってるみたいだね。言っておくけど、水のかけ合いっこはごめんだよ。車掌、不意打ちとは卑怯だよ。ほら、これでも暗いな。冷た、もうびしょ濡れになっちまったじゃないか。不思議だね、海ってのはどこまで続いてるんだろうね。おや、車掌じゃないか。ビーチであんたが一人なんて意外だよ。もしかして遊び疲れたのかい？メアリーの水着選びに付き合った流れで買っちまっただけさ。あまり汚れたくもないし、着るつもりはなかったね。だからこの子たちが、どうしても海を見てみたいって言わなければ、きっと着ることなく終わっていただろうさ。マグを扱うアンティークショップで見つけてね。少し悲しそうだったから、放っておけなかったんだ。この子たちはこれまでの持ち主に、ずっと海の話を聞かされてきた。それでいつか見てみたいって思うようになったんだ。でもアンティークショップに引き取られて、誰にもお迎えされることなく年月が経ってしまった。フレイマリンにいるのに海を見られないなんてかわいそうじゃないか。自分でも水着を着ると思ってなかったけれど、用意しておくもんだね。メアリーに感謝だよ。そうかい。お人形たちやあんたにそう言ってもらえるなら、買った甲斐もあったってもんだね。さっきから二人とも大はしゃぎさ。本当にお迎えしてよかった。ん？なんだい？
海辺のデートを教えてほしいそうだ。どうやら人間の話をいろいろと聞いてきた中で、男女のデートに興味を持ったみたいだね。でも私はそういったものに興味なかったし、ましてや海辺に来たこともそんなにない。だからどう答えようかと思ってね。そうだ、車掌はこういうの詳しいだろ？ぜひとも教えてくれよ。この子たちに理解できるとは思えないよ。どうして手ぶらなのに日焼け止めだけ持ち歩いているんだい？とにかくお断りだよ。それに日焼け止めならもう塗ってある。いいかい、この子たちは人間で言えば思春期の少年少女くらいだ。そんな子たちが楽しそうって思えるデートを教えておくれよ。ビーチバレー、砂遊び、海の家、どれも海辺のデートでありうるけど、男女だからこそってものでもないね。あれって一体なんだい？まったくね、車掌、あたしに何をさせる気だ？ビーチボールも砂遊びも、やってみるとなかなか楽しいもんだね。私だって、海の遊び方をよく知らないだけで、嫌いってわけじゃないからさ。ただ、キャッキャウフフしながら、水を掛け合うのは、やっぱりまだよくわからないけど。だから、ああいうのは緩い雰囲気じゃなくて、本気の勝負でやるべきだって言ってるんだよ。ビーチボールってのはあれだろ？相手がボールを受けられなかったら勝ちなんだろ？それに砂遊びだって、大きなお城を建てようと思ったら呪術で成形すれば一発だからね。まあね、なかなか悪くない一日だったよ。それもきっとあんたと一緒だったからだね。またこんな風に海を満喫しに来るのもいい。その時は車掌、あんたも私に付き合ってくれるかい？じゃあまた水着を新調しなくちゃいけないね。じゃ約束だよ、車掌。また一緒に海に来よう。こら、いきなり水をかけるんじゃないよ。私はほとんど海で遊んだことがないからわからないよ。本当にそれが男女の定番の遊びなのかい？水をかけ合って楽しむなんて、私には理解ができないね。でも、これが海辺のデートの定番だと言うなら、お人形たちに見せるためにも付き合おうじゃないさ。甘いね、車掌。避けないとずぶ濡れになっちまうじゃないか。せっかく整えた髪が台無しだよ。わかった。あたしからお願いしたんだ。ずぶ濡れも受け入れる。
間延びした感じで言わなきゃいけないルールでもあるのかい？あたしの年齢考えてものを言いな。なんて卑怯な。わかったよ。やってやろうじゃないか。それ。車掌、勘弁しておくれ。これはあまりにも恥ずかしすぎる。もっと間延びしない掛け声とかはないのかい？それなら私も腹をくくるよ。助かるよ。これでお人形たちにデートを教えてあげられる。バカ言ってるんじゃないよ。そっちのセリフの方が無理に決まってるだろ。あんた本気なんだね。あんたって男はエッチだね。これで少しは懲りたかい。私も少しやりすぎたね。すまなかった。気分はどうだい？まだ気持ち悪いかい？バカ言ってるんじゃないよ。でもまあ、そんな軽口が叩けるなら大丈夫だね。それが車掌が思いっきり水に飲み込まれたのを見て、とても楽しそうって言ってるんだ。これはやりすぎだったと言ってはおいたから、本来の水かけを勘違いしていないとは思うけれどね。何にせよ、海辺のデートを見られて満足したみたいだ。おや、これは私たちが聞いていいものかどうか。男の子の方が告白しようとしているね。ま、この流れならうまくいくだろうさ。なんだい、いきなり。この辺りが縄張りだとでも言うつもりなのかい？私は大丈夫だから、お人形たちを頼んだよ。私を締め殺そうって腹積もりかい？まったく、舐められたもんだよ。はぁ、こういう相手はメアリー向きなんだけどね。ユーゼ、呼んだ？メアリーじゃないか。あんた一体海底で何をしていたんだ？見ての通り、バーベキューの食材集めだけど。そういえば今夜はみんなで食材持ち寄ってバーベキューって話だったか。私も用意しないとね。それにしても間一髪だったわね。やっと見つけた大物だったから少し焦ったわ。ところでメアリー、そろそろ下ろしてくれないかい？それじゃあ私はタコを運ばないといけないから先に帰るわね。そちらの可愛らしいお人形さんたちにもよろしく。さて、これでようやくお人形たちの恋路も先に進められるってところかね。ん？ああ、まずいことになったね。どうやらお人形の女の子の方がメアリーに心を奪われてしまったみたいだ。
当たり前だけど、告白する空気じゃなくなってしまって落ち込んでるよ。仕方ないさ。後のケアは私がちゃんとしておくから、車掌は心配しなくていい。女の子のお人形がメアリーに熱を上げるのだって、きっと今だけだ。すぐに元通りの中になるはず。さて、しばらくお人形はそっとしておくとして、私たちも帰ろうかね。遠慮しておくよ。私は早くシャワーで砂を落としたいんだ。やけに食い下がるね。そんなに私と一緒に過ごしたいのかい？そんなに力説するほどのものじゃないだろう。でもそこまで言ってくれるなら、わかった。付き合うよ。あんた、まだ懲りてないのかい？やっぱり帰るよ、私は。おや？もう元気になったのかい？何？デリカシーのないお兄さん見てたら、自分はもっとチャンスがあると思う。そうだね。その通りだよ。いいかい？まっすぐなあんたなら、すぐにまた振り向かせられる。だから諦めちゃダメだよ。あんたのおかげで、早速お人形の男の子が元気を取り戻してくれたからね。仕方ないからやっぱり付き合ってあげるよ。ただし、もう恥ずかしいことやハレンチなことは禁止だ。今度は期待しているからね。車掌、あんたは十分にいい男なんだ。バカなことしなければ、誰だって放っておかないはずだよ。その調子だよ。さあ、私にもっと海を教えておくれ。